里のワルキューレは、日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年のフローラステイクス。2015年2月2日、北海道日高町の下神戸牧場で誕生。立党、各井勝彦呼車に入球。11月18日の新馬戦でデビューし、接戦を制して新馬勝ちを飾る。新馬勝ち後は目標を優秀品馬に定め、2400メートルの500万。 下を2戦経験する。バイ賞では直線の不利が影響して3着に敗れたが、雪柳賞は最後肩追走から交渉面で徐々に進出し、直線で差し切って勝利を収めた。重傷初挑戦となったフローラステークスでは、先行したパイオニアバイオ、ノームコアがそれぞれ2着、3着に残る中、最後肩から1頭だけ違う足で追い込み、 ゴール前で差し切って一番人気に応えた。勝ち時計1分59秒後は2016年のチェッキーノー0秒に上回るレースレコードだった。本番の優秀品馬では、アーモンドアイ、ラッキーライラックに次ぐ3番人気に支持されたが、直線で伸びを欠いて6着に敗れた。各位勝彦調教師の調教停止処分に伴い、中竹和也へ、天馬やのローズステークスでは、 春のクラシック上育みが出走しなかったことから一番人気に押されたが、展開も向かず6着に終わった。10月2日、疲労回復の遅れから、集荷賞を回避することが決まった。小場になってからは不本意な成績が続き、2020年11月21日のアンドロメダステークス11着が現役最後のレースとなった。その後、 11月26日付で競争場登録抹消。北海道猿郡日高町の下神戸牧場で繁殖品場となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。